質問を許可いたします。ご登壇を求めます。15番生徒議員。どうもこんにちは。昨日はですね、久々にあら傘どっけいたかなっていうくらいにですね、傘がいる雨が本当に久々に降りました。その間空気が非常に乾燥して、先ほどもあっておりましたけれども、火事がですねしない、5月6月で本当1年分の火事が起きたくらいですね、発生したわけでございまして、消防団また関係者の方非常に出動大変だったと思います。心より感謝を申し上げます。それから今度はですね、雨季に向かって、水害と考えられますが、大きな雨が降って水害が発生しないようお祈りするばかりでございます。それでは登壇の許可をいただきましたので、末藤正幸の一般質問を始めさせていただきます。どうやったかな、こういうかな、進むやった。はい、今からです。はい、それでは15番末藤正幸一般質問でございます。今日はですね、まず1番目にみんなのバスの運行について、これはちょっと空白地についてですねお願いしたいことがありましたので、挙げてみました。次に道路行政、まず1番目に歩道設置について、これはですね、大野地区といいますかね、美作の杉の大野地に入るところ、これも歩道についてお願いしたいということと、犬走から東山内の東小学校の方に向かっていく県道でございますけれども、この部分の歩道についてお尋ねをしたい。次に2番目に国道改良については、国道35号線 S 字カーブの改良でございます。工事もですね、ちょっとやっておられますが、なかなか先に進まないような感があります。そういうことで、進捗状況等をお尋ねしていきたいというふうに思います。次に3番目、市所再編について、これは今市所再編というようなことで、検討をされているということでございます。区長会等にも説明があったというふうに聞いておりますが、この地方再編について、どういうような考えで持っておられるのかですね、進めていきたいというふうに思っております。それでは最初の質問、みんなのバスの運行についてお尋ねしていきたいと思います。これはですね、皆さんご存知の通り、みんなのバスのワゴン車ですか、これは本当に有志の方から寄贈をいただきまして、運行が開始されたわけでございます。市民の方もですね、大変ありがたくご利用されておると思います。それではこのバスのですね、利用状況について、お示しをいただきたいと思います。よろしくお願いします。ここは企画部長。みんなのバスの運行状況でございます。現在市内全体で、11路線運行いたしております。竹内町、若木町、山内町、北方町の4町におきまして、11路線の運行をしております。平成28年度の乗車数の実績でございますが、全路線に対しまして8562人の方がご乗車いただいております。これは1路線につきまして約 1.5 人の乗車率でございます。以上でございます。議長、15番生徒議員。はい、8500人ほどという答弁でございましたが、この利用者のですね、増減といいますか、
一番初め無料で開始されて、その後有料になったわけでございますけれども、この200有料になってからのデータ でよろしいですので、どういうふうな傾向をたどって現在になっているか、この8500人ですか、 1.5 人の乗車率ということでございます。そしたら200円取った当初からすると、どれくらいのどういうふうに減少なのか増えたのかお示しください。ここは企画部長。お答えいたします。料金を取りまして、運行を始めましたのが平成25年でございます。平成25年度につきましては、約1万2000人の方がご利用いただいております。それから26年度につきましては約1万、平成27年度で約9000で、先ほど申し上げましたように、平成28年度につきましては8500人ということで、減少傾向の方に向かっております。1便あたりの平均乗車率でございますが、平成25年度につきましては約2名、全体で2名ということでしたけれども、これが平成28年度には 1.5 を切ったという状況でございます。15番生徒議員。減少傾向にあるということで、当初はですね、1万2000人利用者がおったのが8500人ぐらいに減ったということでございますけれども、この、減った原因といいましょうか、こういうことについては検証されたのか、お尋ねしたいと思います。ここは企画部長。乗車率の減少につきましては、いろんな要因とございますけれども、まずは最初の無料から試験運行の無料から今有料になった時点で、乗車率につきましては減少いたしました。それから先につきましてはですね、利用者の方の減少のその核の部分については確認をしておりませんが、いろんなご意見を聞く感じではですね、路線について少し利便性が悪いというふうなご意見を伺っているところでございます。15番。はい、分かりました。今これ、写真の方はですね、執行部の方からいただきましたように、みんなのバスの、私は山内町が地元でございますので、山内町版というようなことでここに、写真を提示させていただきました。ちょっと小さい地図で分かりにくいと思いますけども、これは山内町ですね、4つのみんなのバスの運行経路があるというようなことで表示をされております。1番目が船の原立野川地線、2番目の線が今山下黒上線、3番目が立野川地北宮野線、それから4番目に宇都野高知線ですね。これは各州とかですね、いろいろな方法で、宇都野高知線は竹内の方のバスとつながるがあるということで毎日運行されているようでございます。そういうことでですね、この辺はこう山内町内ありますけども、空白、この辺も山内町ですね、こちらもそうですけども、空白地っていうところがあるわけ、運行されていないところがあるわけですよ。ちょっとこれあれですので、この辺を大きくしたところですね。ここ三間坂駅、そして長尾駅がこの辺ですね。それでここに国道、それから JR が走っております。それで山内町のいろいろ施設がありますので、地方といいますか、山間部の方から集まってこの辺を一帯をスマイルとかお店ですね、こういうところに、来られているということで、ところが殿見長尾線指導のこのラインとかですね、長尾付近までと、それからグミの木あたり、三間坂からちょっとこう北側に行ったところですね、こういうあたりからですね、自分たちもですね、バスに乗りたかというかですね、利用したいなということで、なしうちに大体通らんとやろうかとかですね、また路線バスとか JR 入っておりますけども、なかなかその時間割、この JR とか有徳バス、路線バスですね、これと時間がマッチングしないとかということも聞きます。そういうことでですね、
そういうことで、まずはこの部分というか、こういうところ、まあ、そういうところはなぜバスが運行されないのか、まずここでお尋ねしたいと思います。ここは客部長。お答えいたします。このみんなのバスの運行にあたりまして、路線の決定につきましてはですね、平成22年の試験運行から実施する各町につき、各町の区長会にですね、実施する旨とその希望についてご説明、概要説明を申し上げたところでございます。その際、先ほどの4町の各地区の区長さん等からのご希望がございまして、そことの希望にあった希望がございました町または地区について地元でですね、路線等について協議を行っていただきまして、現在の路線を決定しているところでございます。議長、ここは。はい、地元で協議をされたということで、決定されたということでございますが、やはりこう人間というかですね、もう人も関わってこられております。ある程度高齢者が動かないようになって、また昔は若かったけど今年が来てですね、本当に自動車の免許証も返納せろというような時代が差し掛かってきたわけでございます。そういう中でですね、やはりちょっと不公平さがあるっていうような意見もあるわけですね。それでこう通していただきたいということ、それとですね、これバス時刻、有徳バスですね、それからこれは JR の時刻表です。有徳バスの武雄美作線でございますけども、国道 JR じゃない、国道を通っているバスでございますけども、路線バス、これ時間見ますと美作の時間帯を見まして、美作駅前から名古屋駅前ずっと武雄温泉南口までこう時間割がありますけども、7時、美作を見ますと、美作駅を見ますとですね、7時半、9時、それから10時25分、13時41分、15時25分、それっていうように、この辺が10時から13時と、こう7時、9時ぐらいはそう2時間ありますけども、またみんなのバスは1時間おきに出ておりますので、カバーできてるのかなと思うわけでございます。ところが、こういう美作、その JR とかで有徳バスがですね、飛んでるわけですね。10時26分からもう10時半時42分、それから15時26分、この JR も見てみましてもですね、美作駅発、7時、8時、9時ぐらいは1時間おきですけれども、10時台になると10時59分、それから12時58分、それから14時57分とかですね、こういうふうに美作駅の発車時刻になって、非常にこう間隔が空いているわけですね、時間帯の。そういうところでみんなのバスは約1時間おきにずっと運行していただいておりますので、非常に便利なようでございます。そういうところから時間帯が合わないと、マッチングしていないということで言われていると思うんですよね。そういうことでですね、ここ JR とか美作からバスも通っておりますけども、こう利用が非常に不便、そういう中間がですね、ちょうど病院に行くときは横張って、帰るときに、病院から帰るときにですね、便がないとかですね、そういうことを言われておりました。そういうことでですね、こういう市民の皆さんのですね、要望に応えていくのが執行部の役目じゃないかなというふうに思うわけでございます。この路線のですね、変更というか、また見直し、そしてできればですね、こっちの方も通すと、今の空白帯も路線バスを運行したい、していくような見直しはされないのか、もうそれとももうこのままもう行くのかですね、お尋ねをしたいと思います。ここは企画部長。企画部長。お答えいたします。路線の見直しにつきましては、これまでも地元からのご要望がございましたときに変更をした実績がございます。今回の路線の検討につきましてでございますが、財政負担等が厳しい中ですね、新規で新しく路線を増やすということについてはなかなか厳しいかとは思いますが、路線の変更につきましては
現在の路線の乗車状況、また利用者の影響等を十分に分析した上でですね、地元の方と調整を取っていただいて、ご要望等をいただければ、予算の範囲内で見直しを行うことは可能であると考えております。はい、議長、15番。15番、政党議員。はい、まあ、そういう要望も上がっておりますのでですね、ぜひまあ、予算もあることですから、それいないということでございます、まあ、車の台数もですね、限られております、そういうことで、当然、どっかの最低ということにはなろうかと思いますけども、まあ、試験運行でも構いませんので、ですね、一時、そういうところもちょっとやってみて、やっぱ他に今まで利用された方が非常に不便になったというところもまた困りますので、その辺を考慮しながらですね、試験運行でもしながら、こう路線も変えていくということも必要じゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次、道路行政でございます。まず一つ目のですね、歩道設置についてお尋ねをいたします。これはこの写真はですね、市道の美作駅前線といいまして、前は県道だったんですが、県道から市道に変更された編入された道路でございます。これは写真の部分としては、山内の支所を過ぎて、ちょうど山内の消防署の文書がありますけれども、その先からちょうど大野地区のですね、この交差点の名前は中央公園北交差点というところでございますけれども、そこが向こうに見えているところでございます。まあ、見ての通りですね、非常に歩道がないわけでございまして、スピード制限もですね、ここは50キロです。支所の前あたりは30キロでございますけども、ここを50キロに今なっております。まあ、そういうことで子どもさんもですね、通学路として使われる、まあ、そう多く人間いらっしゃいませんけども、1人2人とかですね、通学路として使っておられます。まあ、そういうところでですね、非常に危険ということで、まだこれ県道の時点の時にですね、大野地区からもですね、歩道を設置してくれということで要望もあったかと思います。まあ今指導になりましたのでですね、検討されたらどうか分かりませんけど、ここの歩道設置についてですね、執行部として検討されたのか、また何か検討されているのかですね、お尋ねをしたいと思います。神宮山内支所長。お答えいたします。当該路線につきましては、県道伊万里山内線を平成27年7月1日付で県より譲渡を受け、指導として供用開始をした路線でございます。現時点での歩道等の計画はございません。以上でございます。15番、政党議員。はい、まあ、歩道の計画はないという答弁でございましたが、皆さん見てると確かにこう狭いですよね。ところが、このセンターラインがある、点線があると、これいろいろこうラインを調べてみました。そしたら黄色の横に点線があれば追い越してもいい、いやここはみ出てもいいとかですね、そういう狭いところはそういうふうになっているそうです。それでここに車道の速道帯のラインがあるのですが、非常に分かりにくい、もう消えておりますけれども、まあ、こういうところでですね、若干今市道になったのでですね、市道の裁量でできるわけでござ、市の裁量でできると思いますので、これのラインを引くときとかですね、若干車道の方を狭めて、速道部分を広くするとか、それともこれはしっかりしてますけれども、どっか広い場所をもう少しここを立ててですね、買収はしなくても何とか歩道を作れるとか、そういう幅、府知事は縁石はしなくてもですね、歩道として の、 何ですか、施設というのはできると思うわけでございます。そういうところは検討される何ですか、気持ちはあられるのかお尋ねします。神宮山内支所長。
お答えいたします。道路構造例では、2車線いわゆる中央線を引いた道路では路肩車道を含めまして 6.5 メーターという規定がございます。当該路線につきましては一番狭い地点で 6.5 メーターでございますが、狭小地が一部区間でもございます。関係者と現地を確認しながら歩行者や自転車が安全に通行できる対策を探求していきたいと考えております。はい、議長15番。15番、生徒議員。はい、ぜひ要望に答えていただきたいと思います。それとですね、これはもうあれですけども、50キロスピード制限ですけども、支所あたりは30キロですよね、踏切から支所までは。ここはもう50キロになっています。ここも制限スピードもですね、40キロぐらいにしてほしいという要望もあっておりましたので、これも重ねてお願いしておきます。よろしくお願いいたします。次、これは県道ですね、県道嬉野山内線の歩道工事です。これは県の方から工事をやっていただいておりますけれども、犬走りの方からずっと延長していただきまして、要望、市民の方からの要望もありましてですね、ここまで歩道工事が進みました。ちょうど自動車修理工場があるところまでが今工事をやっておられるところでございます。その後ですね、まだ東小学校の方までまだちょっと距離がありますし、途中までは歩道ができておりますが、まだ歩道がないところの残っているわけでございます。このまだ残っている部分、工事はどのような計画なのか、お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。神宮山内支所長。お答えいたします。県道嬉野山内線でございますけれども、現在29年度で一応の計画の、工事は終了と聞いております。未整備区間につきましては延長が670メーター程度残っておりますが、今後ですね、県の方に引き続き要望してまいりたいと思います。はい、議長15番。15番、生徒議員。はい、県の方これで主導することっていうことでございますけれども、まだですね、もう少し道の幅っていうか用地はこう余裕はあるのかなと思うわけでございますので、ぜひ要望をしていただいてですね、継続的にしていただいて、ぜひ歩道がつながりますようにですね、ぜひお願いしたいと思います。はい、次は道路行政の2番目、国道35号線 S字カーブの改良についてでございます。これはもう国道でございますのでですね、とやかくは言いませんけども、また新たな工事がですね、こう始まりました。そういうことでよく今あそこの工事はどうなる予定やろかって言って聞かれます。いつ完成するとやろかということですね、なかなか国道の方からもいつっていうのは答えは出ていないのかよく分かりませんけども、聞かれるもんですからちょっと質問に挙げたわけでございます。本当にこれはですね、もう本当に以前から山内町議会の時からですね、要望をしてやっとこう工事にありついたわけでございます。そんな中で、ああやっと工事にでくばい、はよう進むばいねって思えたら、なかなか工事が進まない状況でございます。そういうことでですね、この S 字カーブ本当に早期にですね、完成をしていただきたいと思うわけでございますが、今の進捗状況はどうなっているのか、お示しいただければと思います。神宮山内支所長。お答えいたします。国道35号の西谷峠 S 字カーブの改良工事につきましては、平成26年度より工事に着手したところでございます。このように授業が進んでおりますものを、人に地権者の皆様のご理解ご協力のおかげと思っているところでございます。今後の工事経験につきましてご説明をいたします。今年度につきましては、すでに JR 佐世保線の線路から北側の県道拡幅工事がすでに着手されております。
今後のですね、スケジュールいたしましては、6月をめどに JR との工事協定の締結を結びまして、その後 JR との交差部新しいトンネルの工事を3カ年程度の期間で整備をしたいということに考えております。それから最後に JR 敷地内の付帯工事、電気通信とあと仕上げ工事を含めまして約1年かけて整備をする計画と聞いております。15番政党議員。あとそしたら3年から4年で完成するということでございますね。はい、まあ、これからも引き続きですね、早く完成しますようにですね、要望なりを根気強くやっていただきたいというふうに思います。よろしく、せっかく地権者の方はですね、そういうことで、協力をしていただいてですね、完全に買収も終わったということでございますので、ぜひともお願いしたいと思います。はい、次、最後の質問でございます。支所再編についてでございます。このことは組織機構の見直しの中でですね、山内支所、北方支所が、本庁に集約される案が、検討されているということで、ございます。これは山内町の区長さんからも聞いたわけでございますけれども、山内町でも区長会の中で2回から3回説明があったということは聞いております。市民の方の意見をこう聞きますとですね、市長の維持経費の節減で騒音言葉審査とやとかですね、独居老人、独居高齢者がですね増えている中でですね、その時代に逆行していくのではないかというのことでですね、やはり市長についてもですね、やはりこう愛着を持っておられるといいましょうか。やはり山内町時代にあれは建設したわけでございますが、やはり市長に対してですね、非常に愛着を持っておられる方もいらっしゃいます。そういうことで市長が亡くなるっていうようなことはですね、非常にこう問題にされるわけですね。そういうようなことでですね、市長はこの領収の集約についてですね、どのような考えを持ってこう進められているのか、お尋ねをしたいと思います。小松市長。合併してから、10年以上が、経過したわけであります。当時の合併の協定項目の中にも、行政の組織についてはですね、中長期的に、簡素合理化に努めるというような項目もございました。はい、地方交付税が削減されて今後、7億円、削減されると、そういった状況もありますけれども、合わせてですね、やはり今非常にこう行政サービスというのが多様化をしています。ニーズの多様化に伴ってサービスの多様化への対応が求められる、またより専門的な対応も求められるというふうな状況であります。そういうあたりも踏まえてですね、平成30年5月の新庁舎の業務開始に合わせまして、市役所業務の効率化とですね、よりサービスの充実、そのためにこれまで支所で行っていた業務を本庁に集約をして、そして支所を廃止するということでございます。ただしですね、やはり支所を廃止して場合に急激な住民サービスの低下というところは避けなければならない、住民の皆様にも迷惑をかけてはいけないというふうには考えております。そういう意味で身近な窓口サービスの機能についてはですね、引き続き両庁に、山内町、北方町に設置をして、そしてサービスの低下というのをですね、抑えたいというふうに考えております。15番政党議員。はい、そしたらまず聞きますけれども、これはもう決定ですか、お尋ねします。小松市長。
はい、支所の廃止、それと合わせて、各庁には引き続き、窓口サービスの機能を置くというのは方針の決定というふうに捉えていただいて、結構でございます。はい、議長15番。15番、瀬戸議員。わかりました。まあ、私もですね、支所で今の人数、まあ、20名おられますけれども、片方の支所でですね、だからちょっと、今の人口も減っておりますし、10年以上経って一体感も出てきた、まあ、そういうような中ではですね、ちょっと多すぎるのかなということも気にしておりました。まあ、そういうことでですね、職員が減っていかれる、まあ、支所がなくなっているのはちょっと私もこう考えものかなと思っておりましたけれども、今行政窓口としてのやはり市民の方の一番身近な窓口、行政窓口が支所であったわけですね。そこでいろんな書類の発行、また苦情とか要望の相談とか、それからまた何かの時はですね、本庁の閣下との調整を取っていただいてですね、いろんな問題を解決していただいた、そういうところが支所の役目だったろうし、職員さんの仕事だったろうと思うわけでございます。そういうようなことでですね、支所だけで考えますと公民館がありまして、公民館にも職員の方がおられます。今5名程度で、まあ、町づくりとかいろんな行事に対してのお手伝い、またいろんな企画、そういうところもやっていただいております。それでその別に支所の業務として今窓口サービスを行っていただくと、そういう方が20名いられる。それを今度は支所がなくなって再編された時にですね、集約された時に、そういう今まで公民館とは別の職をやっておられた職員さん、これは大体何名というよりも逆にそういう方も置かれるのか、それとも窓口サービスを公民館の方がですね、公民館の今5名ぐらいの配置の方が兼務してされるのか、そういうことを、その辺はどういうことで考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。古賀企画部長。お答えいたします。先ほど市長から申し上げましたように、支所については廃止をするということでございますが、激変緩和のために窓口を設置するということで、これにつきましては現在の公民館とは別に窓口機能の職員を設置するということでございます。議長15番。15番、生徒議員。はい、今の公民館の方とは別に職員を配置していただくということでございましたので安心をしました。まあ、本当に先ほども申しました通りですね、その建物にも愛着を持っておられるわけですね。やはりあれは山内町時代に、施設整備の基金を貯めてですね、自分たちの税金から貯めて、そして建設をしたわけですね。そういうことで非常に大きい建物でございますけれども、自分たちが建てたっていうかどうかそれは分かりませんけども愛着を持っておられます。そういうことでですね、今課長部長からも言われましたけれども、激変緩和、本当に変わったらもう本当に戸惑われるわけですね。今まで市長の玄関から入っていきよったのが、あら今度はどこに行くとやろうかとかですね、そういうふうになっちゃう、本当に市民の方が戸惑われるわけですよ。そういうことからですね、その窓口をどういうふうに、今公民館とは別に職員も置かれるということでございましたので、当然その行政サービスもそこどっかで行われるわけでございますが、その辺はどの建物を利用してですね、行おうと計画されているのかお尋ねします。小松市長。そこについてはですね、やはりこう住民の皆さんのサービス、これがですね、激変的に変わらないようにしなければならないというところが大事であります。そういう意味で住民の山内、北方それぞれの状況もあると思いますので、それぞれの住民の皆さんの利便性にですね、十分考慮をするという基本方針で今後場所については協議をしていきたいと、そのように考えております。議長15番、瀬戸議員。はい、
本当にあの利便性がいいようにですね、ぜひそういう心情も考えてですね、あの本当にこうデリケートな問題でございますので、取り組んでいただきたいと思います。もう一つあのこれ、今区長会とかですね、そういうところには今そういうようなことで協議していただいたり説明を予定しております。ところがあの区長さんからうまく市民の方とかですね、そういう地域の方に伝わっているかどうかわからない。私もこう話をするときにはですね、地域の方に話をするときにはあのまだ決定ではないけどこういうこともあってますよ、協議をされてますよという話はしておりました。あの市民の方にこういう周知はいつどういうような方法でされるのかお尋ねをします。ここは企画部長。市民の皆様への周知につきましては、今後司法等での周知を行ってまいりたいと思っております。議長15番。15番、瀬戸議員。はい、先ほどの答弁でですね、まあもう決定したような答弁でございましたので、そこは遅くならないうちにですね、市民の方にも詳しくご説明をしていただきたいというふうに思います。本当にあの先ほど申した通りですね、急激なあの環境変化、これはあの市民の方にも良くないわけでございます。まあそういうことでですね、あの私はあのこの市場再編というのは反対はしておりません。しかしですね、やはりあの利用される市民目線に立ってですね、本当にあの市民のことを考えて最優先に考えていただいてですね、今市長も申していただきましたけれども、市民サービスの低下にならないようにですね、十分配慮をしながらこう決定をし、それであの下限緩和といいましょうか、あのしばらくはそういうようなあの対策にもしていた対策をしていただいてですね、市民の皆さんがこう安心してこう何ですか、その再編にもあの何ですかね、賛成していただくようにですね、執行部としても考えてやっていただきたいというふうにお願いをいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。以上です。以上で15番政党議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上1時20分まで休憩をいたします。